はい、どうもジンさんです。今回はブリーチ序盤に登場した忘れ去られた設定についてまとめてみました。ブリーチは本当に細かく設定が練られていて、全部覚えるのも一苦労なぐらい広大な世界観を持つ作品です。そんな中でもこんな設定あったなーってなるものを原作をパラパラ読み返しながらまとめてみました。僕も振り返る中であったなーとか懐かしいと思えるもの結構ありましたので、ぜひ最後までご覧ください。それじゃあ早速やっていきましょう。パラパラっと振り返って目に留まったものや思い出したものをざっくり解説していきますので、登場順とかになっていないことをあらかじめご了承ください。まずはプラス、これはホローに落ちていない通常の霊魂ということで、要は幽霊のことです。基本的に無害な存在ですが、何かに強い未練がある場合、その対象に因果の鎖を絡め取られ、いわゆる月霊や自爆霊といった霊になります。死神はこのプラスを混沌してあげるのが仕事の一つでもありますが、いつまでも混沌されずにいるとホローになってしまいます。続いて機関神器。ブリーチの世界では死神とホローに関する事件に巻き込まれた人間に事件の記憶を忘却させるために使う記憶置換装置のことです。別の記憶に差し替えられるわけですが、差し替えられる記憶がランダムなので、突拍子もないシチュエーションに差し替えられることが多いです。これは現世の人間に死後の世界を認知させないためですね。小説キャントフィア・ユア・オームワールドでも語られましたが、死後の世界が認知されてしまうと人は性に固執せずリセット感覚で死んだり、宗教的なものやそれまでの常識が覆るので世界は混乱し崩壊する恐れがあります。それを防ぐための機関神器でしょう。井上織姫は兄の一件をこれで記憶いじられています。続いて霊落。待機中の霊視を視覚化したもので、上位の死神のみ見たり触れたりすることができ、霊落をたどって相手の位置を捕捉することが可能です。ちなみに死神の霊落は赤い。これも意外と忘れられがちな設定でした。ちなみにソウルソサイティなど全てが霊視で作られている世界では、この霊落を視覚化させることは不可能なんですが、そもそも死神には霊圧近くというものがあるので霊落はあまり使われません。次はモッドソウル。昔ソウルソサイティで立案されたスピアヘッドという計画がありました。内容はというと、魂の抜けた人間の体、つまり死体に戦闘用に特化された技根を入れることで対ホロー用の先兵を生み出そうという計画です。で、その時開発されたのが、注入することによって肉体の一部を超人的に強化できるよう設計された戦闘用疑似魂魄がこのモッドソウルのことです。魂は下肢の機能を特化されたアンダーポットというタイプでした。これも忘れてた人多いのではないでしょうか。続いてはホローの懸賞金。原作2巻で登場していた追加給金というやつです。危険度が高く強いホローには追加給金リストに記載されており、討伐するとそれに応じたボーナスがもらえる仕組みです。死神を2人喰らい、最終的に地獄に落ちたシュリーカーというホローで5000巻だったので、そこそこの敵で小遣い稼ぎはできそうな気がします。続いてはメノスグランデは王族特務の管轄。こちらある意味有名ですが、アランカル編などではギリアンイコール雑魚キャラみたいなイメージが定着したので、ああそんなこと言われてたなって人もいると思います。こちら小説スピリッツアーフォーエバーウィズユーでも触れられていましたが、簡単に言うと、いくら隊長といえどそれぞれに実力差があり遅れを取ることもあります。メノスグランデには3つの階層があり、アジューカス、バストローでは隊長格以上の実力があるため、そもそも一般大使が相手にすべき対象ではない。だから霊術院の時にはこれらのことを加味して教えているとされました。その他にも説はあって、強さだけでなくコンパクのバランスです。メノスグランデはたくさんのコンパクの集まりです。そんなメノスグランデをポンポンと始末したらコンパクのバランスがすぐ傾いてしまいます。小説キャントフィア・ユア・オンワールドでは千年決戦直後の霊王宮が描かれており、その中でハリベルを救出したネリエルやグリムジョーといった3体のアランカルに対し、和尚は何にもせずメコムンドへ逃がす様子が描かれました。その際に和尚は、戦争直後でコンパクバランスが不安定な時、お前らレベルのアランカルを消滅させたらやばいと発言しています。なのでメノスグランデの討伐は簡単なものではないため、王族特務の管轄という風にしておくことで死神たちが安易にメノスグランデに手を出させないようにしている説ですね。ただまあそうなるとアランカル編でアランカルめっちゃ死んでます。なんならエスパーダも半分以上死んでます。コンパクのバランス大丈夫だったのでしょうか。最後はこちら、挽回習得者は例外なくソウルソサイティの歴史に永遠にその名
魔を刻まれる。これも有名っちゃ有名な設定ですが、終盤では挽回のバーゲンセールだったために挽回の希少性とかが薄れて、ついでにこの設定も忘れてしまった人もいたのではないでしょうか。こう言われる理由ですが、挽回とは残白刀戦術の最終奥義であり、死神として他と隔絶した超然たる霊圧を生まれ持つ四大貴族の死神ですら、挽回に至ることができる者は数世代に一人と言われるほど。つまり挽回に至るってめっちゃすごいことだから、誰一人例外なく歴史に永遠に名を刻まれるというわけです。それに3日で至ったイチゴに驚いたビャキアでしたが、イチゴの挽回はなんちゃって挽回だったので微妙です。話を戻しますが、終盤では副隊長ですら挽回に至る者が現れたわけですが、一応言っておくと、ゴティエ13体の隊長格って我々の世界でいうスターなんですね。石棺レベルですら超エリート扱いなわけなので、副隊長の中に挽回が使える人が少しいてもそんなに不思議なことではないと思います。ただ将来的には副隊長も挽回使えて当たり前みたいな風潮ができるかもしれませんね。以上が忘れられた設定の数々となります。全部覚えていた方、ブリーチに十分詳しいと思います。その他にも何かあればコメントで教えていただければ嬉しいです。コメントお待ちしております。最後は五帝十三体とゼロ番隊のシンボルとも言える大将について解説していこうと思います。各大将ともそれぞれ異なる花をかたどっており、大花の持つ意味が各隊の特色を表しています。ゼロ番隊は沈丁下、花言葉は自然の美しさを失う。一番隊は聞く、花言葉は真実と潔白。二番隊は翁草、花言葉は何も求めない。三番隊は金銭花、花言葉は絶望。四番隊は林道、花言葉は悲しんでいる君が好き。五番隊は焦り、花言葉は犠牲、危険、清純な愛。かっこあなたと二人で旅をしましょう、かっこ閉じる。6番隊は椿、花言葉は高潔な理性。7番隊は勝負、花言葉は勇気。8番隊は極楽超過、花言葉は全てを手に入れる。9番隊は白毛士、花言葉は忘却。10番隊は推薦、花言葉は神秘とエゴイズム。11番隊はノコギリ草、花言葉は戦い。12番隊はアザミ、花言葉は復讐、幻覚、独立。13番隊は松行草、花言葉は希望。こんな感じでした。1,3,4,6,11 とかはパッと見でなんとなくイメージできる感じがします。5番隊は何でしょうか。8番隊はさっぱりです。ただ見た感じなので深く考察していません。よく考えればいろいろ見えてきそうな気もします。特に0番隊の沈丁下とか何か深い意味がありそうな気がしてなりません。この対象について何かあればぜひコメントで教えてください。以上、ブリーチの忘れ去られた設定について解説していきました。動画の内容いかがだったでしょうか。冒頭にも話しましたが、ブリーチは本当に細部まで設定が練られています。ただそれを話さないだけなんです。だからんと思うことはあっても矛盾とか設定破綻とかが少ない作品だと思っています。そして細かく練られているからこそ今でも考察されたり根強い人気を持つ作品なんだなと、この動画を作る中で改めて感じました。本当にありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価お待ちしております。